よう来たの、ジャンマス。逃げ出さずにやってきた度胸は褒めてやるわ。この激エモ番長ナギコさんの挑戦から逃げ出さなかったことだけはの。聞くところによればちゃんます、また妻とか恋人とか増えたらしいの。そして今年のバレンタインも当然のごとくモテまくりのチョコもらいまくり、さらにチョコ以外にもいろんなお返し、なんか象とかもらってるって話だけど、実際どうなんですかその辺。徳の高いお坊様みたいな慈愛に満ちた目をしやがって、その全方向にマジ感謝していくスタイル、バレンタインでは命取りになるからな。だがそれもこれもそこいらのシャバ像であればの話だ。もしもだぜ、もしちゃんますにみんなの真心を全部受け止めるだけのでっけえ器があるって言うんならよ、今から私ちゃんと勝負して実力でそいつを証明してもらおうかい。これはいわば私ちゃんとちゃんます互いの誇りをかけた一戦ってわけさ。私ちゃんに勝つことができたならその時は認めてやってもいいんだぜ、あんたの器ってやつをな。決まってるじゃんか、ちゃんますがもらったチョコは全部あたしちゃんが食べる。それはそれで後が怖いので、お互いリスクは五分五分というところだな。さあちゃんます、おしゃべりはここまでだぜ。始めるか、世界の命運をかけたラストバトル。行くぞ。やたら強くね、なんかズルしてね。たかだか20連勝くらいで勝った気になるなよちゃんます。行くぞティエンガオカドスコイノスケ、こいつで真のラストバトルじゃい。はい、やっぱ見せてもらったぜちゃんますの強さを、その器のでかさってやつをな。そして認めるよ、あたしちゃんの乾杯だ。あー肩こった、やっぱ疲れるわバーサーか。んじゃ改めまして、勝者のちゃんますにはこの豪華商品を贈呈します。ハッピーバレンタイン。いや紙相撲は普通に負けたのだが、それはひとまず置いといて、何か一言言ってやりたい。
でもチョコも受け取らせたい。そんな複雑なあたしちゃん心というか、なんというか。勘違いすんなよ。別にお前のために朝から頑張って用意してたわけじゃねえからな。いや違った、すっげえ頑張ったから感謝して食べて。ま、本当のところ器があるとかないとかどうでもいいんだよね。どうせちゃんマスは重量制限とか考えないで何もかんもみんな抱え込んじゃうんでしょ。でもそうやって大切なものをうんと抱えてると足元がよく見えなかったりするからさ、何かの拍子にすっ転んで大怪我する前に八方美人はそろそろやめときな。それとも一つも取りこぼしたくないっていうなら今まで以上に踏ん張ってみせないとね。その気があるなら簡単に倒れちゃダメだぜ、ちゃんます山。ま、でももしももう立ってられないって時にはいつでもあたしちゃんを呼びなよ。なぎこさんのここはいつでも開けておくからよ。なんつってな。それよりも大事なこと忘れてた、あたしちゃん特製チョコ。それ早く食べないと溶けちゃうじゃん。今からここで食べちゃおうぜ。それマジで気合い入れてっから、我ながらいい出来っつうか自信作。いやーセンス光ってるわ、パティシエ界のてっぺん取れちゃうわ。食べ飽きないようにいろんな種類を組み合わせてみたりしてさ。あたしちゃんのおすすめはね、ほらここのミントとストロベリーの。いやほんとマジで美味しそうでやばみ。ちゃんます、そのチョコ半分ちょうだい。え、本当に？ちゃんますってば話がわかる。それじゃあ早速半分にカットしてと。さすがだぜ、ちゃんます。下半分はトーストしか残らないという、その事実に気づくとはね。どうやらここは、チョコレートをかけて、真のラストバトルしかなさそうだぜ！